新潟市体育館は、新潟県新潟市中央区の白山公園内にある体育館。施設は、新潟市が所有し、新潟市開発校舎、新潟アルビレックスランニングクラブが共同で、指定管理者として運営管理を行っている。1950年代後半、新潟市は1964年開催の国民体育大会に向けて、競技施設の拡充を要していた。 また加えて、市内にあるホール施設は、白山公園内の新潟市公会堂しかなく、大規模な集会を行うための施設が不足していた。こうしたことから、ホール施設としても兼用できる体育館を整備する方針が決まり、白山公園の南側園地である、白山総合運動場の新潟市営白山野球場南側敷地で整備事業が進められ、 1960年10月に、竣工。11月3日に竣工式が取り行われた。しかし、同年、国体終了後に襲った新潟地震で、周辺は液状化現象による噴砂などの被害を受けた。死体育館ではこれまで、各種スポーツ競技が開催されてきた。テニス、プロレスリングの試合会場としても使用されたほか、当時新潟市内には、 本格的なアリーナ型施設がなかったことから、コンサートに使用されたこともある。1970年代から1980年代に、かけ、白山公園内の施設は老朽化が進んだ。かつて市体育館1階競技場の空調設備は、天井に設置された赤外線、ガスヒーターしかなく、冷房の設備はなかった。このため館内の空調は著しく悪く、 夏場は蒸し暑く、冬場は寒いと不評であった。エアコンが設置されたのは1990年代に入ってからのことだった。その後、市内には、新潟市鳥屋の総合体育館、新潟市東総合スポーツセンターが新設され、それ以外にも新潟市産業振興センターや、ドキメッセなど、アリーナ型施設が相次いで整備されたこともあり、体育館は老朽化した上に、 スタンドが狭いで、収容人員も1400人と少ないことから、現在市内で行われる大規模なスポーツイベントは、全系の施設で開催されることが多くなっている。しかし現在も、プロレス各団体が中央区内で開催するイベントにおいては、主に東大区間を使用しており、またアマチュアにおいても、全国高等学校選抜レスリング大会などが、継続して開催されている。 2012年には、仙台ガールズプロレスリングが興業を打ったが、同団体代表の里村芽子が新日本プロレスを観戦して、プロレス入りのきっかけとなったのは東大育館である。なお B リーグに所属する新潟アルビレックスは、チーム設立当初、この下体育館をホームアリーナとして使用していた。1962年には、第3回 PCS 賞を受賞。 2005年にはドーコミューもジャパン選定日本におけるモダンムーブメントの建築に選ばれている。2012北新越輝き総体ではボクシング会場となった。白山公園も合わせて参照。ありがとうございます。